では続いては青春の向こう側特別編です。第2第4水曜日に埼玉県内の高校を全力取材していますが、今週は特別編ということで県内の大学にスポットを当てていきます。現場には荒木さんが行っていますよ、はい、呼んでみましょう。せーの、荒木さん。はい、はい、荒木です。今日の青春の向こう側特別編は埼玉市にあります浦和大学にやってきています。ここ浦和大学が一体どんな大学なのか、どんな特色があるのか、お話を伺っていきます。安藤さん、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。はい、それでは、浦和大学についてご紹介をいたします。はい、浦和大学は2つの学部と4つの学科からなってます。はい。はじめに子ども学科です。幼稚園、教諭とそして保育士、これを養成しております。学内にある親子の広場ポッケという施設では地域の親子と関わることができます、はい、また学校教育学科では小学校教諭を養成しています。今年の3月に卒業した第1期生15名が夢を叶え小学校の教員として採用されました。おー、すごいですね、はい。続いて社会学部総合福祉学科です。3つのコース、ソーシャルワークコース、心理支援コース、健康スポーツコースがあります、うん、そして国家資格である社会福祉士、これを目指すことができます。最後になりますけども、現代社会学科ではメディア、観光、文化、社会、経営の専門分野を学ぶことができます。全国的にも大変ユニークな学科として知られています。そしてインターンシップも大変充実しています。そうなんですね、さまざまな学部学科について教えていただきました。ありがとうございました。こちらこそよろしくお願いいたします。そして今日は特別に授業をさせていただけるということで、どうぞご覧になってください。はい、行ってきます。行ってらっしゃい。ここかな。はい、荒木です。改めまして今日はさいたま市にある浦和大学から中継お伝えしていきます。ここ今小学校模擬教室というところに入ってきました。もうまるっと雰囲気小学校の教室、なんだか懐かしいんですよね。後ろにランドセルがあったりですとか、手作りの掲示物もたくさん貼ってあります。さあ、そして少し低めの小さめの机と椅子が並んでいまして、今前では学生たちが授業をしているようなんですね。こんにちは。こんにちは。お邪魔します。お名前は？はい、浦和大学学校教育学科3年の斉藤です。斉藤さん、今どんなことをされてたんですか？はい、今は小学校の授業で扱う効果的な映像教材の検討をみんなで行っていたところです。なるほど。だからこう撮影しながら活動してたわけですね、はい、どうして映像教材を作ってるんですか？はい、今の小学校教育では ICT 教育が、盛んでして、児童一人一人、一人一台にタブレットが配布されるようになったんです。でそうすることで、授業の中に映像を取り入れやすくなったんです。なるほど。じゃあその今に合わせた取り組みをされてたわけですね。はい、はい、なるほど。そして一時期お話伺わせてください。お名前よろしいですか？はい、同じく3年の須永です。須永さん、ここ小学校の教室ですよね、はい、もうまるっとね、はいはい。まあ、この模擬教室は小学校、実際の小学校を再現していて、はい、まあ、例えばこの机とか椅子とかって小学生サイズにしてあるんですよ。懐かしいですよね、使ってました。で、まあ、また教育実習に向けての模擬授業なんかもこの部屋で行ったりしています、はい、そうなんですね。なるほど、なるほど。そしてなんだかこう大学の一つの教室なのに不思議な感じがしちゃいますけど、ここで皆さん学習されてるということは、将来の夢は小学校の先生なんでしょうか？そうですね、はい、小学校の先生を目指していて、子どもたちがみんな笑顔になれるような授業が展開できる先生になれたらなっていうふうに考えています。なるほど、なるほど。そしてどうですか？あ、私も小学校教員になりたいと思っていて、うん、この大学で学んだことを生かして、子どもたちからも親しみを持ってもらえるような教師になりたいと思っています。では斉藤さんはどうでしょうか？はい、私も小学校教員を目指しております、はい。
今も近隣の小学校や児童と関わる施設などに参加していて、その経験からメリハリのある先生を目指しております。叱るときは叱る、褒めるときは褒める、こういったメリハリのある先生を目指しています。大事ですよね。はい、今一つ授業の取り組み見せていただいたんですが、その他にはどんなことを行っているんですか？はい、上の理科実験室では、はい、機体検知管のように扱いの難しい教材もたくさんあるので、はい、そういった実験器具をどのように移していったら児童に深い理解を与えられるかっていうのをみんなで考えています。そうなんですね。じゃあ小学校の先生を目指すためにここの模擬教室を使ったり、また実践的な授業で必要な知識を身につけているところということですね。はい、そういうことです。ではここでオープンキャンパスのお知らせです。浦和大学ではオープンキャンパスを開催しています。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から受験学年の方のみを対象とした予約制になります。今週末19日と7月10日の土曜日には模擬授業も予定しています。学生スタッフがキャンパス内の案内をしてくださるそうです。詳しくは浦和大学公式ホームページや SNS をご覧ください。では今日はここまで、さいたま市にあります浦和大学から中継お伝えしました。はい、小学校の教室そのまま残ってるっていうのはこういざ先生になった時もこう、はい、実践しやすいですよ ね、 いろんな工夫をして授業ね、されてるんですね。そうですね、なんか小学校の思い出あります？小学校、はい、僕はねもうやっぱ給食が一番好きだったから。あ、給食の時間いいですよね。はい、今教室見て懐かしい ね、 なんかね。そうですよ ね、 かね。あと私掃除の時間に定規でこうやって遊ぶっていうのがあって定規で野球ごっこするんですよ。はい、で男子と一緒に混ざって一生懸命遊んでたんですけど、はい、ちょっと消しゴムを飛ばしすぎて怒られたっていう思い出があります。ね、難しいね、学校ね。でもね、メリハリのある先生になりたいということですから、はい、これからも頑張ってほしいですよ ね、 ですね。ありがとうございます。続いては青春の向こう側特別編です。いつもは第2第4水曜日に埼玉県内の高校を全力取材していますが、今週は特別編ということで県内の大学にスポットを当てていきます。前半に引き続き中継でお伝えしていきますよ。はい、では荒木さん呼んでいきましょう。はい、せーの、荒木さん。はい、荒木です。引き続き埼玉市の浦和大学から中継をお伝えしていきます。さあこのお時間は失礼します。特任准教授の鈴木先生にご案内をお願いしたいと思います。鈴木先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。浦和大学社会学部総合福祉学科心理支援コースで教員をしています鈴木ディラと言います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はまず、はい、私のゼミの4年生紹介したいと思います。こちらにいます。はい、じゃあみんな名前と卒業論文のテーマと将来の目標とか、コロナ明けたらやりたいことなど紹介してください。はい、川尻勝と言います。卒業研究のテーマは障害者アートのバイアスについてです。目標は障害とアートの研究を深めたいです。最終的には絵をちょっと売ってみたりしたいですね。売れたらいいね。絵を売る素敵な目標です。はい、次石川くん。はい、石川尾崎です。卒論のテーマは想起した内容によるポジティブ指数、ネガティブ指数の変化、それに伴う運動能力の変化です。目標は誰からも信頼される医療ソーシャルワーカーになることです。あ、いいね、かっこいい、決まりました。石川君は学年で成績一番なんですよ。すごい優秀な石川君、ありがとうございます。加藤君。はい、加藤亮也です。卒論のテーマはコロナ禍における大学生のストレス対処方法についてです。コロナが明けたらやりたいことはみんなでお酒飲むことと卒業旅行に行きたいです。将来の夢は海外移住です。おお、いいね。はい、があります。じゃあ次佐々木くん。はい、こんにちは、佐々木亮也です。僕のテーマはコロナ禍のストレスと家族関係のことに関して調べています。で、将来の目標は免許を取って去年亡くなっちゃった岩手のおじいちゃんのお墓参りに行こうと思っています。で、僕の夢はそのおじいちゃんに憧れて山で暮らしたいなと考えています。素敵な目標ですね。はい、叶えてほしいです。はい、じゃあ次森くん。森匠です。卒論のテーマは SNS 普及によって起きた誹謗中傷についてです。将来の目標は世界中の都市を巡ることで、コロナが明けたらやりたいことは読売ジャイアンツの公式戦を見に行きたいです。おお、そうなんだ。どうも。じゃあ青戸くん。
青戸レイです。卒論のテーマは震災による風評被害や住民の精神に与えた影響について調べることです。目標とコロナが明けた時にやりたいことは車を買うことと友人たちと飲み会を開きたいことです。以上です。はい、ありがとうございます。みんな飲み会やりたいんですけど、なかなか、ね、今なかなかね、できないことですもんね。はい、今自己紹介などしていただきましたが、今度今前にスライドが出て、ね、はい、学生たちやってますけれども、はい、どんな授業をしてるんですか？普段ゼミでは今ちょうど卒業論文の研究にかかっているところなので、今日は、予備調査が終わっている川尻くんが発表します。じゃあ川尻くんお願いします。障害者アートと既存のアートの間にできた評価の壁について卒業テーマ進んでいきたいと思います。発表していきます。まずタコの絵を見てください。これ発達障害者の男性が描きました。タコが大好きで海に潜りながら観察して描いたとのことです。ですが実は自分が描いたものです。やられた。90分ぐらいで完成しました。はい、さて作者のプロフィールによって絵の評価は変わりましたか？研究の動機、発表者は僕は絵を描くことが趣味です。高校の時に福祉に興味を持って障害者アートに出会いました。今ちょっと発表が続いているんですけれども、とてもインパクトのある、そうです、はい、スライド1枚目2枚目でした、はい、これ今どんな発表だったんでしょうか？そうですね、同じ絵でも誰が描いたかによって印象が変わってくるんじゃないかと。で最初、まあ、タコの絵上手なんですけれども発達障害の方が描いたっていうのと、あの川尻君が自分で描きましたっていうのの印象変わりましたよね。で実際に発達障害の方が描いたっていうのは絵の値段の評価もしてもらったんですけれども、予備調査で10万円、はい、川尻君が描いたっていうと2万8000円っていう平均点がついたんですね、はい、やっぱりみんなバイアスがあるんじゃないかと、でそのバイアスはどういう心理から起きてくるんだろうっていうところを研究してるんですね。そういった結果などもあるということですけど、はい、今のこの発表ってどこかでされるんですか？そうですね、私たち心理学が専門ですので、はい、日本心理学会で秋にあるんですけれども、そこで川尻くんが発表したり、学部生のプレゼンバトルがありますので、せっかくの成果をいろんなところで発表したい、やっぱり社会人になってプレゼンする機会いっぱいあるんですけど、そうですね、コロナで今できないので、ゼミの中、大学内の授業ではこうやって積極的に発表する場を作るようにしています。なるほど。ではちょっと発表の途中ではあるんですが、今日はまだまだ見せていただけるものがあるということで、例えばですけれども、はい、こちらは本当に発達障害の人が作ったものなんですね、はい、でこれなんかすごく細かいディラって、まあ、私のために作ってもらったんですけれども、そうなんですね、はい、でやっぱり発達障害の方はこだわりがあるので細かい作業もできる、はい、で皆さんそういう印象があるので、はい、もともとあの知的障害の方、発達障害の方、素敵な作品を作るという印象があるから、そういうバイアスがかかるんじゃないかというような研究をしているんですね。で川尻君ここに来てもらいましたが、はい、実際に今後の研究どんな風にしていくか紹介してください、はい、まずこの粘土作品を作ったのは、僕自身で、抽象度の高い、もっとさらに抽象度の高いこの粘土作品を使うことによって研究をちょっともうちょっと深掘りしていけたらなと思ってます。川尻さんのこうアートセンスすごいですね、実は川尻君は絵画部の部長でもありまして、本来学園祭でいろんなものを発表したかったんですけれども、まあ、コロナでできなかったということで、今日は他の絵画部の部員でもある石川君と青戸君にその作品を紹介してもらいます。はい、お願いします。石川君紹介してください、はい、こちらの鯉をご覧ください。浮かんでるように見えますね、はい、浮かんでるように見えますね。実はですねこれ、はい、1枚の紙になってまして、はい、トリックアートです、はい、トリックアートと申します、はい、まだまだびっくりです。もう一つ、はい、青戸くんお願いします。こちらの B もせり上がってみるんですが、はい、図が持ってみるとやっぱり絵になっていて1枚の紙みたいになっています。デザイン力がすごいです ね、 そうですね、不思議な感じがします、はい、こんな風にいい作品いっぱいあるんですけど発表の場がなかったので、はいはい、こんな風にテレビで紹介してもらえてとても嬉しいです。そしてまだ外にもあるんです、はい、お見せてください。浦和大学のクラブだったりサークル活動もね、そんなに行われてるんですね、はい、そうなんですよ、はいはい、まず廊下に出てきましたこちら、うん、見てください。すごい、すごいでしょ。じゃあ小山さん来てください、はい、ゼミの2年生の女性の小山さんです。はい、福祉学科2年の小山力です。コロナが明けたらディズニーに行きたいです。かわいい。
じゃあ小山さん、この木の板を渡ってください。気をつけて、気をつけて。ちょっと下覗いて。違うんじゃないですか。っていう、じゃあ、うん、と言いつつ本当は違いましたっていう、はい、これもトリックアート。なるほど。はい、ぜひ。お、いいですか。荒木さんもどうぞ。ちょっとどんな風に見えますか。危ない危ないと落ちないように落ちないように。あ、あ、大丈夫、渡れました。はい、ちょっとね、こんな大学にこんな危険な場所あると思った方安心してください。トリックアートということですね、はい、これ廊下に直接描いてるんですね。そうなんですよ、はい、ゼミ生6人の男性が放課後に結構時間かけてみんなでこう絵の具を塗ったり鉛筆でぼかしたりですね、この線をカメラを通すと違うので何度もやり直しながら、はい、やりました。すごいです、はい、皆さん一生懸命作ってくださってありがとうございます。最後にオープンキャンパスについての情報も鈴木先生からお願いいたします、はい、ではオープンキャンパスのご案内です。浦和大学ではオープンキャンパスを開催しています。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から受験学年の方のみを対象とした予約制です。今週末19日と来月10日の土曜日には模擬授業も予定しています。学生スタッフがキャンパス内を案内します。詳しくは浦和大学公式ホームページや SNS をご覧ください。はい、それではみんなオープンキャンパスにせーの来てね。さいたま市の浦和大学から中継でした。すごい、トリックアートすごかったですね。すごいね、見に行きたい ね、見に行きたいですよね。面白い写真も撮れそうですよね、はい、本当だ ね、 ですね。素敵な作品ありがとうございます。明日は日本医療科学大学ご紹介します。以上、青春の向こう側特別編でした。